そこでもう一回バター入れます。ではね、盛り付けていきましょうね。ボンジュール、皆さん元気ですか。元フレンチシェフの家料理シェフマッサーの今日の料理ですね。ストーブでシンプルディッシュ、ポムテール、ヌボーソテー、ソースソジャってことですね。新じゃがいものソテー、醤油風味をね、作ってみたいと思います。今日のお花はまたまた外からご紹介します。はい、外からお花の紹介です。今日のお花はスイートバイオレットと言います。本当はですね、この紫がですね、ちっちゃなお花がこの全面に咲くんですけども、私がですね、この冬先に葉っぱを取ってしまったらですね、先にこのグリーンの葉っぱが先に大きくなってしまってですね、ちっちゃな花が埋もれてしまいましたね。本当はね、これ全面にこのちっちゃな花が咲くんですけどね、埋もれてしまいましたということで、今日のお花はスイートバイオレットでした。はい、材料紹介します。新じゃがいもですね、洗ってありますね。それにバター 40g、 それにニンニクがね、皮付きのまま3個ぐらい用意してあります。ここにはタイムですね、隣のおばさんからいただいてくる、いつもこれレモン風味なんですけどね、タイムです。パセリ使ってもらってもいいですけどね。でも入れるときはタイムの場合先に入れますけど、パセリの場合は一番最後に振りかけるって風味を増すってことがいいと思いますけどね。でじゃがいもですね、洗いましたらですね、大きいやつはですね、こうしてちょっとフォークの先なんかでですね、味が染みるようにちょっとこう穴を開けていただくとですね、いいかなと思います。こういうのはちょっと穴を開けることはいいと思います。フォークの先ですね。他の材料はですね、オリーブオイルですね、そして、塩コショウね、塩コショウ、それにワイティータルですね。これは最後のね、和風にしたいということでですね、これを使います。それでですね、ちょっとじゃがいもの洗い方ですけども、こういう大きなボウルにですね、じゃがいもを入れてですね、最初は泥だけ落としてもらって、それから少しね、皮を取りたいときは、この金だしをですね、入れて、ボウルに水を入れ、じゃがいも入れて、下にしたら、この金だし入れて、少しこうですね、あんまり力入れないで、ぐるぐる回しながらですね、やって、それで水を吸って何回かやると、こういうふうに綺麗になります。で、まあ、じゃがいもはね、よく水切っておいてください。それが一つ、ポイントの一つです。はい、まずね、これ、24センチのソテーパンですね。大さじ1。オリーブオイルですね、2ぐらい入れておきますね。そして火をつけときましょうかね。で、最初にんにくですね。にんにくですね、これ皮付きのままちょっと叩いておきましょう ね、ちょっと大きいことが大きいですよね。叩いておきましょう。そうですね、香りが外に出るんでね。でそれを冷たいところに入れておきましょう。はい、で少ししたらですね、鍋が温かくなってきてですね、そしたらね、鍋肌にもね、油を回していきましょうね。ソテーパンのね、鍋肌にも回しながら、少しニンニクの香り出しながらね、いきましょう。そしたらここにですね、よく乾いたじゃがいも入れていきますね。あまり水分がおるとですね、パチパチで跳ねて危ないですからね、よく水を切っていてください。で、油をですね、全体にコーティングしますね。ね、艶が出てきましたね。まあね、私横で言えば、まあ、リソレするっていうんですけど、まあ、今日はね、塩漬けはソテーと変えてきましたけどね。日本でもね、醤油使ってよく、じゃあ新茶の煮付けとかね、作るんですけどね。で、油が全体に回ったらですね、これ回ったら少しバターをですね、これがだいたい 40g ありますからね、うちの 20g、 それに、タイムがですね、1、2、3、3本ぐらい入れましょうかね。はい、3本ぐらい入れていきます。それに、塩コショウ、まず塩をしておきますね。塩、それにコショウをちょっとね、下味ちょっとだけしておきますね。そして混ぜます。そしたらこれに倒します。それで、弱火でいいですね。弱火にしておきましょう。そしてちょっとタイム、時間を入れておきますね。
まず5分入れておきます。2分ぐらいでちょっとね1回、蓋を開けて混ぜた方がいいと思いますけどね。ね、もうほぼ5分、途中でね2分の時ね混ぜました。途中でね1回2分の時混ぜました。でここでしっかりね硬さを見ましょうかね。もう全然まだねちっちゃいスゴまだ全然入ってないですね。バターを、1つ追加しておきます。はい、これからね、弱火でですねと蒸し焼きにします。はい、これでね20分ほどやりましたね。弱火でね、っていうのは味噌がねできてますね、これね。で、多分ねほぼ火が入ってきてますけども、でまだ少しね、硬いっていうか芯までですねほわっとしてないんで、ここですねちょっと今これでちょっと火をだね少しだけ強くします。中火にしました。そこでもう一回バター入れます。で、もう一回味をですねもう少し最後の締めの味をね入れていきましょうね。でここでちょっとね火が強いですから、これでリソレします。リソレって言うんですけどね、今日はソテーって書いておきますけど、ソテーでもいいですよね。ここでリソレしておきます。ちょっと香ばしくですね。そしてここでちょっと火が強くしてありますね。この沸いていたらですねこれをですね大さじ1、2、そしたらですねわっと蓋をして火を止めます。そしてこれで ね、あと5分ぐらい、このまま蒸してもらえば OK、 出来上がると思います。はい、ね、5分を置いてきました。美味しそうにできましたね。はい、ではね盛り付けていきましょうね。盛り付けとかね移すだけですけど ね、少しこれで20トータルで5分かかったんですけど、その間にねお料理、他のお料理がねできるんでね、割と簡単といえば簡単ですね。ちょっと時間かかりますけどね、まあでも置いとけばねできてしまうんでね。で最後だけねさっと合わせれば艶のあるね綺麗なね、言ってみればワンス風の芋の煮転がしなんでね、そんな感じですね。はい、できましたね。最後にね少しタイム今日タイム風にしましたからね、散らしてね、先ほど言ったようにパセリがねこれをね散らしてもいいですね。まあ、これタイムね、こうやって散らして、はい、今日はタイムでしたね。はい、できました。美味しそうに見えたらねいいねボタンお願いします。なんかね疑問の点があったらまたコメントください。そしてねチャンネル登録もよろしくお願いします。ベルマークもポチお願いします。じゃあバイバーイ、またね。はい、ではねできましたのでねいただきますね。ちょっとね取り分けて、はい、いただいてみます。ね、美味しそうに知ってますかね。ニンニクもねこれよく香りが出てますね。タイムの香りも美味しい、いい香りしますね。バターと醤油の風味もします。うんね、大地の香りがしますね。バターと醤油の風味もねよく混ざり合って、タイムの香りがふわっとしてですね、ニンニクの、ね、香りも少ししますね。非常にいいお味にできましたということでですね、中はこんなになってます。じゃあまたね、バイバイ。